我祝明星篇回归，这一集的主人公是他，斋藤飞鸟。メニューの前だから。なんで俺奥さんにそんなこと言わないかって。お母さんも顔ちっちゃいですか？全然。そうなの？全然ですよ。普通。なんでじゃあそのちっちゃいの？そんなにちっちゃくないですよ。ちっちゃく見えるかもしれないですけど、そんなにですよ。俺隣にいるからどうなってるのか分かんないけど。ダメ。ダメって。ダメってなんだよお前。旦那否定すんなよ。はい。いや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 。斋藤飞鸟是日本超人气女子偶像组合乃木坂46的成员，因为乖巧可爱的外表和独特的性格，深受粉丝们的喜爱，曾多次担任团队中心成员的位置。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。得知乃木坂46要来西安演出，我祝节目组赶快申请了拍摄许可。节目组得到了国内媒体独家采访的机会。来了，めっちゃ可愛い。どうもどうも。改めて竹内です。よろしくお願いします。ここでいいですか？中国語の名前って言いますか？自分の名前。フェイニャ。フェイマ老师。老师。フェイニャ、可以吗？フェイニャ。うん。彼女は僕の妻です。あ、嘘。本当。リアル。本当に。びっくりした。で、うちらの中に一人超超超超乃木坂のファンがいまして、彼なんですけど、ソさんって言うんですけど。さっき昨日からずっと緊張してる。そんな緊張に耐えられない。とりあえず飯を食いに行こうかなと。セイヤの何が好きですか？食べ物。あの羊肉とか。あ、好き。好き？好きです。あ、じゃあ行こう。なんかちょっとだけ京都に近い雰囲気。そうですね、近い。うん。导演带飞鸟来到的是永兴坊。なんだろう、日本語でなんて言うんだろう。よ。わかんない、中国語しか言えない。とにかくあの、文化遺産、そうなんだ。非物質っていうのは。ちなみにミャンマー語は喋れるんですか？ミャンマー語はもう一言も喋れない。ミングラーバーとか。あ、うん、ミングラーバー。チェンズーテンバーでぐらい。チェンズーテンバーで。それだけ。俺もそれだけ。あ、そうなんですね。俺もそれだけ。危ない。旅行とかします？旅行は、うん、好きなの で、 あ、そうなんで、時間があれば。ロンドンに一人で行きました。一人で？英語は？ちょっとずつなら喋れるのと、ちょっとだけなら聞き取れるから、まあなんとなくで行けるかなと思って。そうなの？うん。美味しそう。何も行けば。前面は。でも美味しかった。あった。食べたい。これみんなバーコード。バーコードなんだ。バーコードっていうか QR コード。本当にマジで携帯使わないですよ。もうどのお店もこれなんです。すべて。そうなんだ。現金受け付けないっていう店もあります。でもいいな。24秒。すげえ。ありがとうございます。来。美味しそう。どうぞ。あ、本当ですか？小さい。红柳羊肉丸蟹口蟹派，红柳12英寸。哎，左边买票。嗯，没关系，还记。啊，谈话呢。嗯。雨でこう絵とか字を描くだと雨名前も書けるってフェイニャオだフェイニャオあ、あったか
雨だ。雨雨。べっこは。噛めない。写真とか撮らないの？携帯で。なんかみんな撮りますよね、最近の人は。最近の人じゃん、めっちゃ。全然撮らないんですよね。撮らないの？何？よくわかんない。全然わかんない。听说现在这里在网上很火，到底是一个什么样的地方呢？お酒飲める。もうでも二十歳なので、まあライブがあるから。めっちゃ割ってる。めちゃめちゃ割ってるじゃん。すごい。大好き。すげえ。すごい。ありがとうございます。やったー。バン。行きます。えいいよ、もう一回いいよ。本当ですか？楽しい。なんであれが流行ってるのかは全く分かんない。分かんないけど。あの今中国で、TikTok が超流行ってて、知ってるでしょ？なんか聞いたことはある。そうなの？知らないの？なんでしたっけ TikTok って？知らないの？なんだっけ？聞いたことはある。違う、年中年。すいません、現代っ子じゃなくてすいません。本当現代っ子じゃない。何これ。本当知らない。なんだろう。何？何これ食べてみたい。でも。ありがとうございます。いただきます。なんだこれ。あ、でも美味しいかも。8。美味しい。 Hi! Hi! I'm a fan! Oh, that's so cute! Oh my god! すごい勢い。 Oh my god! かわいい。 Thank you! Thank you so much! かわいい。ああ、何？羊の血です。血？羊の血。本当だ、書いてある。羊血粉丝汤、差不多。羊血粉丝。羊血粉丝汤、これ血なんですよ。血の塊。美味しいんですか？そのまま固めたやつ。食べたことない、絶対。美味しいんですか？これは大好き。血です。全然想像ができない味が。美味しいかも。そうでしょ。日本人結構ダメな人多いんだよ。あ、そうなんだ。まずもうこれ絶対ダメだよ。パクチーダメ。パクチー、そうです。血もダメ、黒酢もダメ。芸能活動は何で始めようと思ったんですか？乃木坂のオーディションを受けたのは、私よりも母親が結構進めてきて、ちっちゃい頃すごい明るかったんですけど、途中からだんだんその明るさがなくなってきちゃって、母が心配して、とか取り戻してほしいと思ったんですかね、お母さんが。これ昨日そのずっと練習見てたんですよ。元気なさそうな顔してたから。私ですか？そうそうそう。这是演出前一天的彩排，一下飞机就赶到彩排现场，排练到凌晨的乃木坂46。なんかテンション低く、なんかあったのって言ったら、その彼はファンだから知ってて、いや、あの彼女はいつもああいうキャラですよ。すごい知ってるんだ。そうです、私いつも暗め素ですね。なんかもっと明るくなりなさいとか言われないですか？最初の 2,3 年は無理してたんですけど。そうなんだ。素にしたら意外とみんな受け入れてくれたから。すごいね。乃木坂は割とおとなしい子多いから。それ OK なんですか？受け入れてくれた。なんかでもちょうど今乃木坂が売ってるシングルがそうセンターをやらせてもらってて、で自己中で行こうって曲が来たから、私のことを自己中だと思ってるのかなと思って、歌詞見た時に、なんでこの歌詞になったんですかって聞いたら、なんかその遠慮しすぎだし自分を出さなすぎるから
自己中になっていいんですよっていう私へのメッセージだっていう風に言ってくれたから、素晴らしい。それがなんか嬉しくて。这就是那首以自我为中心。接下来，导演想带飞鸟体验一下中国的传统文化。竟然把人家姑娘给打死了，哎呀！自由に見ていいよ。いいんだ。これ絶対難しい。ぐにゃぐにゃですよ、だって。しかも同時にやってたから。そっか、確かに。你在日本哪一个市？日本のどこから来たんですか？在東京。東京？東京、東京。东京，东京，东京。啊，为了出错。外国语，广西外国语大学，就在那里呀。大阪行ってこれやったん。あ、そうなんだ。すごい。すごいな。すごいな。当我们刚要离开的时候，很多粉丝从各个地方聚集了过来。嬉しい。里面的大家都喜欢那个台湾。是啊，没有喜欢我的吗？喜欢你啊！有来跟我握个手吗？我的话可以。どうでしたか、さっきの場所は。楽しかったですよ。お祭り感あった。何が楽しかった？劇の後ろ側。あれね。すごい良かった。告别了永兴坊，来到的是西安著名的世界遗产——大明宫遗址公园。すごいとこでやるんですね。世界遺産でライブとかなかなかできない。できないですよね。すごいな。分かんないけど、ね、何万人のコンサートとかやってるわけでしょ。そうですね。超気持ちよさそうで。気持ちいいけど、でも同じぐらいなんか申し訳ないなと思っちゃう。汗かいて何時間も経ってライブ見てるんだなと思うと、なんか申し訳ないなと思っちゃう。なるほど。みんなにキャーキャー言われるの気持ちよくないですか。どうだろう。まあすごい嬉しいですけど、なんかでもみんなやっぱすぐ変わるじゃないですか、好きなものって。まあそうだ。リアルだ。そうだよ。そうね、今こう愛をぶつけてくれるのはもうありがたく受け取って、ありがたくお返しするっていう感じ。勉強になった。勉強になる。1本しかついてない。
に超嫌いと監督って言われたら超嬉しそうな顔する。まあでも嬉しいですよね。嬉しいよ。だから嬉しい嬉しい。ただおっさんだからさ。なんでアイドルやってるんですか。わかんない。なんで。そうだ。今乃木坂。あ、いや、嫌ではないけど、でもアイドルだからって気を使われるのはあんまり好きじゃないかもしれないですね。この間こう一人で他のとこ映画に出させてもらった時も、周りの方がすごいやっぱりアイドルだからどう接していいのかなみたいなすごい気を使われてて、なんか申し訳ないなと思うけどどうしようもできないなみたいなのがあったりして、あの、それをそういう意味では俺も気使ってる。え使ってる。本当は聞きたいことはいっぱいあるんだけど、そうですよね。まあいいや。ファンたちなんか聞きたいこと。中国語でどうぞ。できない。中国語教えなくていいの。なんか喋るんじゃなかったっけ。自己紹介ぐらい、一言ぐらいですね。でも请多关照は、よろしくお願いします。チントン、多关照、チン、チン、多关照。おお。そうそうそう。三、二、一。大家好，我是斋藤飞鸟。なんだっけ。请多关照。请多关照。关照。关照。中秋节的前一天晚上，中日青年歌手公益演唱会开始了。这是乃木坂四十六第一次在中国大陆进行演出。すごくいい歌です。好，接下来是日本炙手可热的青春女团，日本青春女的组合。没错，乃木坂四十六，请看大屏幕。海外がすごく好きで、海外のお仕事で。而这时的后台，七年前，乃木坂四十六的第一张单曲发售销量约达二十万。瞩目和喜爱的青春团音乐组合，你知道是谁？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 知来到了自我介绍的时间了，今天下午练习的成果怎么样呢？大家好，我是西野七濑，请叫我七瀬，谢谢。大家好，
死んじゃうよ、アスカ。チンドードクアンチャオ。接下来是飞鸟第一次担任团队中心位置的歌曲《赤足夏日》。采访的最后，导演问了飞鸟对中国的印象。その来る前の中国の印象ってどんな感じでした？印象は日本でも中国の方ってまあめっちゃいるじゃないですか。銀座とかのすごいハイブランドのとこにやっぱいっぱいいるイメージがあって、とっつきにくい方が多いのかなと思って。でも意外とみんな優しくしてくれるし。声かけてくれるし、それは意外だったかもしれない。日本の銀座に行ける中国人は、うん、超少数派ですから。みんな普通に公園に遊びに来て、こうやって過ごしてるのが普通です。そういうのがまあ自分の目で 見て感じと多分取れたんだろうな。もう日本で 7,8 年活動してきて。レコード大賞もらったりとか紅白に何年も連続で出してもらったりとかドームのツアーができたりとかいろいろなんかできることが増えてきたからみんなそっちに目が行きがちなんですけどこうやってなんか海外とか来るとやっぱまだ知られてないしその日本にはない文化がいろいろ知れるからなんかすごい改めて初心に帰れるのがすごい嬉しいなと思っててこういう違う国の文化とかももっと取り入れればいいのになとは感じますね。微信公众号有什么好看的？我昨天呀，今天就是饿死，从这里跳下去也不会干这个微信公众号耶。真好看。